令和元年度卒業式祝辞ということで、今週のダラダラジオはですね、ちょっと特別回なんですが、毎年この時期で喋らせていただいている、卒業式と申して、自分がね、皆さん卒業生の皆さんに、送る言葉というかを喋らせていただきます。ただ学校での祝辞のように堅苦しい言葉は使わずに、言葉はねいつも通りなんですが、皆さんに送りたいメッセージを喋らせていただきますので、よかったらね聞いていってください。ということで改めてになりますが、卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。で、今年は何を喋ろうかなといろいろ考えたんですが、考えた結果、一つ、皆さんに伝えたいというか覚えておいてほしいことですね。今響かなくてもいつか何かのお役に立てるのではないかと思っていることをね、一つお伝えします。それは、夢をたくさん持つことを恐れないでくださいという話です。夢をたくさん持つことを恐れないでねっていう、まだ夢一つも見つかってないんですけどみたいな方もいると思います。いると思うんですけど、で何かっていうと、例えば夢って一つに絞るべき、目標って一つだけ持っておくべきみたいな風に思ってらっしゃる方っていると思うんです。自分の周りにもいましたけど、例えばじゃあ夢がさ3個4個ってあった時に、それを言ったらみたいな風なリアクションをされそうだなっていう気がする人もいると思うんですね。で、自分はそれが結構違和感があって、生きて35年間生きてきた中ででもそうなんですけど、別に良くないって夢いっぱい持ってて良くないって思ってる人、今でもそうです。で、それをみんなに伝えておきたいですね。実際自分はですね、ものすごく熱しやすく冷めやすいです。今もですし、昔はもっとひどかったって言い方も良くないけど、その熱しやすく冷めやすい傾向が強くてですね、例えばあるものに興味を持つじゃないですか。で、持ってじゃあよっしゃこれやってみたいなって思うんだけど、あれ1週間経ったらあれみたいなこの前のあの気持ちはどこ行ったんだろうみたいな状態がよくあってですね、でそれってやっぱ一番自分が自覚するじゃないですか、その状況に。で、周りにもそれがダメだとね、一つ思ったなら初志貫徹じゃないでないけれど、もう決めたならやれよみたいな、そんなすぐにコロコロ変えないでみたいなのをよく言われててですね、自分はダメなやつだなってすごく思いながら生きてたんですけど、この年になってというか、いろんなね、生徒と触れ合ってきてっていうのもあって、別にいいじゃんって思ってるというか、いやそれってすごい素敵なことじゃねって今は思ってます。だから今回その結論を先に言うと、みんなに何かを興味持った時に、例えばじゃあちょっと前に思ってたことと全然違うものに興味を持ってしまった、その時にあでもこの前こう言ってたし、またコロコロ変えるのも良くないしみたいな、で興味を持とうと思ったものを自分の力で消してしまうのをやめよって、もったいないよそれっていうのを覚えておいてほしいなっていうのが一番伝えたいことです。人ってね、何か頑張ろうって思う気持ちとか、何かを興味を持つ、そういうのを興味を持つ瞬間とか、その気持ちってめちゃくちゃ貴重なのね。世の中にはさ、もう俺もそうだし、誰も全部の仕事なんて把握してる人なんていないと思ってるんだけど、それぐらいあり溢れてるわけ。もう物が物というか、夢というか、職業もそうだし、活動もそうだし、選択肢もそうだけど溢れていて、その中でみんながたまたま何かの縁で出会ったわけよ、その情報とね。でそれにたまたま興味を持ったわけよ。おそらく毎日みんなは意識してないけど、いろんな新しい情報が更新されてるわけ。それはネットだろうが、人づてに聞いたいろんな情報の入り方があるけど、でその中でたまたまだよ、たまたま何かのきっかけで興味を持ったわけよ。でその新しく興味を持つってことだけでもめちゃくちゃなんか素敵なことなのに、その頑張ろうと思った気持ちとか興味を持った気持ちって放っておくとね、すぐ消えちゃうんだ。なんか炎に例えるんだけど、自分はその火種といって、例えばなんかキャンプファイヤーじゃないけど、なんかバーベキューとかのさ、あの火をさちょっと最初に起こすのって大変なわけよ、火を起こすので。ちっちゃな火ってみんなイメージしてすぐ消えるでしょ。ろうそくの火なんてふって吹いたら消えちゃうわけよ。でそのちっちゃに最初ね、ちっちゃな火をもう興味を持った瞬間とかは、それを大きくするのが大変なわけで、簡単に消えちゃうから。でそれをしかも
自分がさ、いやダメダメって、この前と違うことを言ってるからダメだよって、また怒られちゃうよとかね、そういったもので自分で消しちゃってる人もたくさんいる。だからそれがもったいない、そんなことしなくていいんだよって、興味を持ったものは大事にしてくれって思ってる。じゃあ実際に、じゃあ大事にするって何すればいいんって思うかもしれないけど、それは調べるのが一番いい。例えば何か、まあテレビかわかんないけど、きっかけで知るわけよ。なんかじゃあ仕事にしよう、こんな仕事があるっつって、こんな仕事あるんだ、ちょっと面白そうだなみたいな思ったら、今はネットがあるよ、調べたらいい。この仕事をしてる人はどんな人がいるのかなとか、この仕事をするためには資格がいるのかなとか、そのためには大学に行かなきゃいけないのかなとか、いろんなことが調べられる。で、それがレベル1だ。スタート切ってから何か調べるのがレベル1。その調べた上で、ああ、でもやっぱりいいかなって思ったら、それはそれでいいんだって。その調べたことが無駄になると思うかもしれないけど、何かに興味を持ちました。それを無視せずに自分で行動を起こしたんだ。調べるっていう。それってめちゃくちゃすごいことなんだよ。で、それが今回は身にならなかった、興味を持たなかったけども、それを繰り返していくことで、レベル1で調べたこと、それを調べたことによって、あ、やっぱり面白そうって思ってレベル2に行くことが出てくる。そうやってレベル1、レベル2、レベル3で興味の段階がどん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 上がっていった先に、一番残るものが本当にやりたいことになっていくと俺は思ってるの。だって現に俺今教育やってますけど、教育に携わりたいと思ったのは高校3年生になる直前なのね。それまではもともと専門学校を志望してて、アーティスト、歌を歌う方たちがライブするじゃないですか。あれのライブスタッフがやりたくて、音響さんとか照明さんみたいな、ああいう仕事がやりたくて、その専門学校行こうって思ってたの。もうそれだけ考えてたもん。でも、高校の恩師のきっかけでね、教師いいなって思って、全く違うじゃん、ライブスタッフから教師みたいな。でも、そうやっていろいろ話を聞いて、自分で調べてモチベーションを上げて、レベル1、レベル2、レベル3ってなっていって、で、今こうやってみんなにね、ある程度スポットライト当ててもらって、こうやって活動させてもらってるから、人生何があるか分かんないよ、本当に。でも何があるか分からないっていうためには、やっぱり興味持ったものを大事にしなきゃいけない。で、おそらくこれからみんなが生きていく中で、夢をね、たくさん持ったりとか、目標がコロコロ変わることを否定する人もいる。その気持ちもわからないではない、確かに。ね、きっとその人が言ってる初志貫徹とかいう、口に出したものは大事にしろよみたいな、男に二言はねえぞとかね、そういったものもわかる、わかるけども、でもみんなが何か興味をいっぱい持った時に、そうやって言われた時にさ、押しつぶされちゃうわけよ。でも押しつぶそうとする、押しつぶそうとするというか、その意見に対して、こうやっていろんな夢を持ってていいんだぞっていうやつがいたなっていうことは、一個の経験として持っててほしい。なかなかいないんだ。俺出会わねえもん。だっていなかったんだ。夢いっぱい持っていいぞっていうやついなかったから、いたなって。それが教育 YouTuber の配置なんて、そこまで覚えてなくてもいいんだ。できれば教育なんか YouTube で10月あの人だな、いや言ってた気がすんなとかでもいいんだけど、正直ハイチなんていう名前なんて忘れてもらって構わないし、そう、なんか自分がね、もともと教師になろうと思った時に、教師の理想像として思ってたことなんだけど、やっぱり教師って、覚えててほしい。なんかハイチ先生いたなと覚えててくれたら嬉しいけども、でも最終的にはやっぱり自分のところをこう通って巣立ってってほしいのね。うちら、自分のことを教師っていうのは、本当にね、学校現場で働いてる先生にちょっと失礼かもしれないけど、うちら教師はやっぱり子どもたち、学生のみんなに種を与えてる仕事だと思っていて、種を渡す。で、その渡した種を育てるかどうかはみんな次第。それはみんなが自分らのところを旅立った後の、その人生の中で育ててって花を咲かせるかどうか。ただ自分らはちゃんと種を、いろんな、こんな種があるんだよっていうのを見せて渡していく。そのきっかけを作っていくのが、やっぱり教師の仕事だと思ってる。だから自分の名前、ハイチって名前とか、とある男が授業をしてみたっていう名前を忘れてしまっても構わないんだけど、ただ、きっとね、これを聞いてくれてるみんなは、ここのチャンネルで授業と勉強頑張ったり、他でも勉強頑張ってきた人間だと思う、みんなね。だから、この YouTube で、中学校3年間か高校3年間かわからないけども、YouTube で勉強頑張ってきたんだって、その頑張ってきたことだけは忘れないでほしい。それは大事な価値だから、みんなの。いい？だから、本当ね、繰り返しになるけど、ハイチって名前はもちろん覚えててくれたら嬉しい。自分との思い出とかね、覚えて嬉しいけども、でもそれは忘れてしまっても構わない。ただ、
そういうことを言ってた、夢ってたくさん持てても悪いことじゃねえぞって、素敵なことだぞって言ってたやつがいたなっていう経験だけはなんか覚えておいてもらえると嬉しいなと思います。それがね今回伝えたかったことなので、これをね祝辞と、本当祝辞と言ったら怒られそうな言葉遣いと内容だったと思うんですが、でも本当に伝えたかったことなんで受け取っていただけると幸いです。はい、ということでね、今週のダラダラジオはこんな感じになります。おそらくまあ卒業したとしてもまだね、動画使いますっていう方も多いと思います思うんですが、まあ、一つの区切りとして本当にね、使っていただいてありがとうございました。これからもこのチャンネルずっと続けていくつもりです。今のところやめるつもりはないので、もしね高校卒業して授業動画は見なくなりますって方もいると思います。でまあダラダラジオだったりとか、まあ普通にトークしたりとか、まあコラボしたりする動画も撮っていくと思いますし、変わらずにこの場所で自分は活動しておりますので、なんか辛い壁に当たった時とか、フラッとあなんかハイチのとこ見に行きたいななんて思い出してきた時にはフラッと寄ってください。で話しましょう。はい、いくらでも話聞きますんで。またねなんかまあオアシスっつったらちょっと恥ずかしいですけど、たまにフラッと思い出して寄っていただけたら幸いです。はい、ということで、最後になりますが、まあ、小学生の方もね、中学生の方も高校生の方も、これから、今大学生社会に出ていく方も、ね、いると思うんですが、新しい場所でみんながもちろん辛いこともあるでしょうし、泣いちゃうこともあると思います。泣きたくなるぐらい辛いこともあるかもしれないけれど、少しでも、多くの笑顔がある人生になることを心から願っております。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。